はにゅー、先の人生もここでおしまいなんだよ。もう生きる気力が湧いてこない。やれやれだな。もっと元気を出すんだ姫。異形がまたいつ攻めてくるかわからないんだからさ。さっきはどうしたんです？魂が抜けたようになっているけれど。いやー、それがね、私たちの世界から飛ばされてきた物資の中にマカロンというお菓子があったんだけど、そのマカロンの在庫が尽きてしまったんだよな。なるほど。それで甘いものが大好きなサキがやる気をなくしてしまっているのね。どうやら私の出番のようね。え？どういうこと？ハルディナさんってお菓子作れるの？ふふん、神羅万象に愛されるエルフ4万年の料理の歴史を見くびらないでいただきたいですね。おお、すっごい自信なんだよ。4万年ってスケールがすごいな。サキのやる気を引き出すために腕によりをかけて、甘いエリフのお菓子をこの私が作りましょう。おお、神、素晴らしい神がサキの前に降り立ったんだよ。エルフのお菓子か、すごく美味しそうな響きだな。食べるとご利益とかありそうだし。どうやら邪魔が入ったようですね。異形を退治してからお菓子を作ることにしましょう。難しいです。お菓子作りを始めましょうかね。待ってました。なんだよ、エルフ4万年の味か、楽しみだな。ちょっと待ってくださいね。頭の中の記憶を探って料理のレシピを思い出さないと。あれは確か祖母に教えてもらったから、だいたい170年前。おい姫、変なツッコミは入れるなよ。分かっているんだよ。ここでハルディナさんの機嫌を損ねたら甘いお菓子が食べられなくなっちゃうからね。あはー、思い出しました。材料も作り方も鮮明にね。さて、集めた花をこの壺に入れます。続いて木の実を花の上に敷き詰めていきます。さすがエルフのお菓子だな。花とか木の実とかそれっぽいな。おにゅー、でもあまり甘そうな材料がないみたいだけど、後で砂糖とか入れるのかな。魔法の力を注入するのかもしれないな。エルフのお菓子だし。そうだね、炎の魔法とかで焼き上げたりしてきっと甘いお菓子になるんだよね。いえ、エルフの料理に火なんて使いませんよ。え、そうなの？ええ、エルフは森の眷属ですし火は必要ありません。ダークエルフは野蛮な種族だから炎を使いまくるけれど。へえ、ますますエルフっぽいな。お待たせ、壺に蓋を閉めて完成よ。ふにゃ、これで完成しちゃったの？
おままごとの時の料理みたいで、とても食べれそうにない気がするんだけど。はい。あとはこの壺を土の中に埋めて、3年間熟成させます。すると、発酵して甘ーい花の蜜に木の実の歯ごたえが最高な。ごはん、3年間、熟成、だと。エルフ4万年の味って、そういうスケールなのか。これは、時間の感覚が私たちと違いすぎるわ。3年なんてすぐですよ。私なんて最近1年が本当に早くって、本当もう1年経ったのってよく思うんですけどね。はあ、お酒でも作ってるのかって感じだな。